トニー・ローテン・ジュニアは、アメリカ合衆国、ワシントン州、レントン出身のプロバスケットボール選手。ワシントン大学で1年間だけプレーし、平均16得点をリバウンド3.7アシストを記録し、パックマイナス -12 カンファレンスのファーストチームと、フレッシュマン賞を受賞したローテンは、2012年4月に、チームメイトのテレンス・ロスと共に2012年の、 NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明。25位でメンフィスグリーズリーズから指名され NBA 入り。1年目の2012から2013シーズンはマイク・コンギーから出場時間を奪うことができず D リーグで過ごす時間が多くなり35試合の出場に止まった。2013年8月22日にフィラデルフィアセブンティー・シクサーズに移籍。 11月13日のヒューストンロケッツ戦で18得点、10リバウンド11アシストを記録し、トリプルダブルを達成。2014年11月7日のシカゴブルズ戦では、自己最多の31得点を記録するなど、苦しいチーム状況の中奮闘をしていたが、2015年1月23日のトロントラプターズ戦で、右膝の全十字じ帯を断裂する重傷を負い、 無念のシーズン終了。2015年12月5日のデンバーナゲッツ戦で復帰するも同月24日にイシュ・スミスを再獲得したことによるロースター枠の調整のために解雇された。2016年3月16日、ニューヨーク・ニックスと契約したが、シーズン終了後に解雇され、6月26日、メンフィス・グリーズリーズがウェーバー工事で獲得したが、 10月7日に解雇。11月29日にテキサスレジェンズと契約した。父のトニー・ローテンシニアは元 NFL 選手でタンパベイ・バッカニャーズで活躍した。母のシアリーはアリゾナ州立大学で陸上競技選手として活躍。また、ネート・ロビンソンとはいとこにあたる。ありがとうございます。